アルフレッド・リヒトバルク、ルドルフ・ドゥール・コープ撮影、アルフレッド・リヒトバルクは、ドイツの美術師や、美術館長、ハンブルクの美術教育者。ドイツにおける、美術館教育と、芸術教育運動の創設者の一人である。ハンブルク・ライトブロークに現存するリヒトバルクのせいか、ハンブルクのライトブロークで工場を所有していた、製粉業者、 フリードリヒヨハンカール・エルンストリヒト・バルクの息子として生まれた。父親は最初の結婚からすでに3人兄弟がいた。母親はヨハンネ・ヘレーネ・ヘンリエッタ、旧姓バッハといい、作曲家ヨハンゼ・バスティアン・バッハの直系であるとされている。父は経済状況により1858年に工場売却を強いられ、家族はハンブルクに引っ越した。 そこで、父親はレストランを経営するが、経営状況はかんばしくなく、家族は貧困の中で暮らしていた。公立学校に通ってからは、非常に才能がある学生であることを証明し、課外時間に助教師として活躍した。八百七十三年には、アルトナにあるギムナジウムであるクリスティアノイム校で、アビトゥアを得て、ユストゥスブリックマン奨学金のおかげで、ドレスデン、ライプツヒ、 ベルリンで芸術と教育を学んだ。学業終了後、彼はベルリンで大学や公立学校のいくつかで働いた。一方で、当時の教育学に非常に不満を抱いており、このことが彼の中でのベルリンにおいて、新しい学校形態や教育学の考えに導いたのである。アルフレッドにひとばるく、レオポルト・フォン・カルクロイトによる、肖像が1886年になぜ、 ハンブルク美術館館長職に就任したのかは不明で、あるが、1886年12月、ハンブルク美術館の初代館長となってからは、収蔵物を体系的に増やし、今日のコレクションはなおもリヒトバルクによって構築されたものが基礎となっている。リヒトバルクの収集した美術作品には中世ドイツのベルトラム本ミンデニア、 マイスター・フランケの作品や、ドイツのロマン主義の画家であるカスパー・ダービト・フリードリヒや、フィリップ・オット・オルンゲの作品があり、リヒト・バルクが活動した19世紀後半の作家で、アル・ピエール・ボナール、ロビス・コリント、ビルヘルム・ライブル、アドルフ・フォン・メンツェル、エド・アール・ビュー・ヤールの作品も集めた。フランスの印象派の作品に強い関心を示す。一方で、ハンブルク美術界にも、 積極的に参画し、ハンブルク芸術家クラブ創設にあたって提唱者の一人となったほか、地元の画家であるゴッドハルト・キュールやビルヘルム・トリブナーにも作品を発注した。故郷のハンブルクを芸術的な記念碑にするという意図は、マックス・リーバーマンやテオドール・ハーゲンなどの画家への注文にもつながり、ドレスデン、バイマル、フランクフルト、ジュネーブ、パリ、ロンドン、ストックホルムなどへ、 たびたび出張して芸術面でのモチーフを探求していた。またマイスター・ベルトラムの作品であり、ハンブルクのペトリ教会からメクレンブルクのグラボーへ移されていたグラボーの祭壇をハンブルクへ戻し、1906年にハンブルク美術館で初展示した。また彼は当時の時代精神やドイツとヨーロッパ他地域で人々が階層別に分断されている点を批判していた。 こうした教育的な考えは結果として、リヒトバルク学校の創設につながる。アルトハンブルク記念墓地にあるリヒトバルクの破壊しリヒトバルクは、マックス・リー・バーマンや、レオポルト・フォン・カルクロイと、ハリー・ケスラー博の講演者でもある、ハンス・オルデ、そして、市長のマックス・プレデールと、交友関係にあった。ハンブルク歴史博物館の創設とそのコンセプトは、リヒトバルクのイニシアティブと同時に、 彼が受けた初期の芸術教育にも由来する。彼は1896年にハンブルク美術館で子供たちの考え方や描き方についての展覧会を開いた。リヒトバルクは美術品を観察する演習会を開催し、学校生徒たちともに美術館の収蔵品について議論を交わし、そこで得られた知見を講演、出版を通じて自ら広げた。このことによって、 彼が博物館教育の創始者の一人であると考えることができよう。彼は遺願の末に1914年に死去するまでハンブルク美術館の館長を務め続けた。葬儀の席ではマックス・リーバーマンが弔辞を述べ、2ヶ月後には市長マックス・プレデールも出席する公式追悼式典が営まれた。リヒトバルクの破壊師はフリッツ・シューマッハーによって設計され、 シューマッハー自身もまた後年、リヒトバルクの隣に葬られた。19世紀末のドイツに起こった新住宅運動では、アベガリウスと共にブロムフィールドの一派として活動した。彼の勘化指導で1897年、ハンブルクにおいて初めて庭園展示会が開催され、新庭園の作例が示された。また1九百二年ハンブルクのジードリヒ・ニシが新たな公園設計案を、 公表時、案を非難した。特に彼は、当時の社会問題を分析、都市住民の自由な休養レクリエーション欲求を中心にした計画や設計方針を弁護し続けた。ハンブルク芸術家協会会長として、見解を、また教育者として、より多くの人々に理解してもらおうと努力した。 この頃環境の変質及び社会的変化、都市化及び工業化が世紀末という時代を形作っていたのであるが、新しいものを得ようとする動きは、ドイツ造園会にも及んでおり、まだ、フリードリッヒルードビッヒ・ホンシュケル、ベーター・ヨセフ・レンネ、ヘルマン・フォン・ピュック・ラームス・カウラの原則を固く、守っている伝統派造園化は、建築、都市建設、 美術工芸と合わせ人間の環境を好ましい生活空間に作り上げる可能性として造園を新しく捉えようとする建築家、画家、造園家の一軍と対立していたが、リヒトバルクもこの新しい一軍の一人であった。彼は多くの著作や講演において当時の合理主義時代の造園を分析。造園において無合目的性に対応し、機能性、 有用性が重要な物差しとなる庭とは、居住空間の拡張であり、自然的条件と利用者の要求との関係を示すものとした。その頃行われていた風景式庭園を自然との受動的で干渉的な関係を示すものとして拒否した。彼の構成論は、合目的的な古い農家の自家家系の庭を手本とし、目的と型の問題を 空間の問題に発展させたのである。彼にとって建築と造園とは、まず第二、空間芸術であったとした。彼はいろいろな公園の競技設計の審査員としても知られる。また、ハンブルク都市公園計画も、彼の機能から形論の影響を受けた新しい市民公園の先例といえる。都市公園についての論説で彼はこう述べている。新しい公園は、 すべての層の住民人等意も若き者が来てくつろげるものでなければならない。特にいろいろな遊びや運動のことを考える必要がある。つまり、水浴、船遊び、水遊び、キャンプ、乗馬、ダンス、自転車乗りなどの場が必要である。レストランや、酪農場、当時場、さらには展示用の火炎も備えておくべきである。と ?1951 年に自由犯ざとし、 ハンブルク議会上院により、彼の生誕100周年を記念して、リヒトバルク賞が設立され、以降は5年ごとに授与が行われている。アルフレッド・リヒトバルクにちなんで名付けられたもの、写真エッセイハットヘニー・ウィー・ビー・キング、アルフレッド・ライチ・トワックス・フライト、ヘニー・ウィー・ビー・キング、オース・アルフレッド・ライチ・トワックス・フライト、プレッサー・チャイブ・ワウフ・ハンバーグで、ハットライナー・ラハーバーガー、 ダイライチとワークシュルインハンバーグ、www. w w w l i c h t w a r k h a u s d e ハットウェブサイトでありクバーク、ゲゼルシャフト、ハンバーグ、ハットインディーザーアウスガーブディレクトヒンターであ、タイトルサイトフィンドット随秘アイネウフラスタンスリフトン、ホンアルフレットリクバーク。ありがとうございます。